899J のミックスリングセットシャープ3です、はいはい、お色はゆうちゃんつけてる方がゴールド、はい、と私がつけてるのがこれは違うこれがシルバーの2色でお値段2500円でございます、うん、はい、ではおすすめを、はいはい、お願いします。先写しでセットリングが出てるんですけど、これがシャープ3ってついてるので、うん、3代目というか3代目って感じです、うん、3つ目の種類って感じかな、はい、です。で、これ全部ねめちゃくちゃ可愛くて、全部素材感が違うんですけど、これがこんな感じで、これは後ろがオープンになってます。そう、うん、でこれもねめっちゃ可愛くないですか、このチェーン。私プライベートでマジで似たやつ持ってるので、うん、なんかこれも可愛いと思って、いいゴールドのやつと、あと結構これもねシンプルな、これだけねオープンじゃなくてフル丸円形になってるんですけど、はい、これも若干こうウェーブみたいなのついてて、そう、まあ、めっちゃマニキュア取れてるから汚いんですけどなのがついてるので、うん、そうそう、の3つのセットです、はい、で結構ねサイズ感はね大きめなかなって2人で言ってて、そうですね、そう、なんかこの2つは結構ねいけるんですけど、この一番大きいこの子、うん、この子はね結構大きめで、うん、後ろがオープンなので若干こうグイッとはできるかなって思うんですけど、若干固めなので結構グイッてやるか、親指で私もう結構大きめなので、うん、これはねめっちゃ華奢な方とかはめっちゃ大きく感じるかもしれないです。はい、はい、です。そういう時はね結構重ね付けとかすると、あ、分かる、私もよくする、そうそう、落ちづらいというか、うん、なんかまとまるので、そういう感じもおすすめです。はい、はい、おすすめです。一応サイズをお伝え、あのこちらサイトにも載ってるんですけど、うん、お伝えしておくと、この一番大きいのこのチェーンみたいなのがサイズが、一応リングサイズでいうと15号相当のサイズ感にはなっております、うん、はい、はい、そしてさっきのポコポコと、あの残りのこのウェーブのやつは2つとも同じサイリングサイズで13号相当のリングサイズにはなってるので、うんうん、ちょっと参考にしていただけたらなと思います。はい、これがね開いてるのでさっき耳につけてみたんですけど、あ、そう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 、そうでもね一応耳栓、イヤカフ専用とかではないので、うん、ちょっとね耳タブがめっちゃ、私もそんなにあれなんですけど、ちょっと取りやすいかもなんですけど、そんなに動かない時だったら耳につけても可愛くないですか。うん、可愛い、可愛いですよね。そう、ゆうちゃんがやって、めっちゃ可愛いやんって話してて、でもちょっと取れやすくはない、うん、取れやすい、取れにくいとは保証ではできないので、うん、ちょっとあんまり動く時とかは心配だったら手の方がいいと思うんですけど、はい、耳も可愛いです。です、はい、はい、あ、AM ヤマさんがどっちの色おすすめですかって、どっちやろ、ゴールド、ゴールドか私最近なんかシルバーに戻ってきたよな。おー、うん、いやー、ゴールド着られますよね。ね、かわいい。そう、でもね、なんかグレーとかの色味の合わせるときはシルバーの方が合うとらしいな。あ、そうなんや。こういう、こういうのね、そうそう、こういう方でね、そう、グレーはシルバーとかがよく合います。ブラウンとかはやっぱゴールドの方がいいと思う。なるほど、ね、よく着る色とかに合わせてもらえばいいかな。はい、はい、まあ、そうですね、沙織さん、セットでそのお値段をお得って、そうなんです。そうなんですよ。結構やっぱお声いただくのが、なんかリング買ったけど付け方がわからないっていうのが結構お声多くて、そうそうそう、これだったら本当にレイヤードも失敗しないですし、うん、そうそうそう、最初からセットになってるから、そうそうそう、なんか重ね付けしたらそんなに大きさも気にならないかもしれない、うん、私も意外とここ重ね付けしたら全然大丈夫でした。そうそうそう、大丈夫だと思います、はい、ちょっとなんかオープンなんでギュッとは多分できると思うんですけど、結構硬いのでもう結構力入れてやるか、はい、あんまりやりすぎるとあれなんですけど、調節していただければと思います、はい、思います。はい、あ、確かにな、冬はゴールドが気になるなって、ね、確かにね、そうですね、なんかニットとか可愛いですね、アクセサリー合わせたら、ね、うん、はい、はい、もうめっちゃおすすめです、これは本当に、うん。